モンテサクロは、メンター内通じるのメンターな街道とアニエーネ、川右岸の間、ウルマーの川、内シチェチーナ渓谷付近に位置している。モンテサクロは、アニエーネ川の右岸に位置するローマ郊外の丘で、カンピドリオの北東3マイルに位置している。標高は、海抜50メートルほど。この丘の名は、20世紀以降開発が進んだ、周辺地区の名称ともなっている。 モンテサクロの位置については、ローマ時代に書き残された多数の文献に研究が残されており、その中には、キケロやキトスリウィウスによるものも含まれている。背景に、モンテサクロが描かれたノメンターの橋、ジュゼッペバシ作。伝説によれば、ここは、アウグルたちが鳥の飛翔状況を観察して、予言を行う場所であったとされており、これが、聖なるを意味する。 サクロという名称の由来と考えられている。よく知られた伝説によると、この辺りでは帽子を吹き飛ばすほど強い風が吹き、それは女子たちを守るために魔術の儀式を行おうとする神官たちにとって強調とされていたという。古代ローマの時代には、モンテサクロは、ローマ市街地の城壁からかなり離れた郊外であり、ローマ市街地とフィクレアの間、ノメントゥムの一部になっていた。その後、 宅地化が進んで一帯は居住地区となっていった。スエトニウスによれば皇帝一族とも自覚深い関わりがあったとされるファオンテという皇帝、ネロの解放奴隷であった人物の邸宅がここにあったとする重要な記録も残されている。その邸宅は古代のサラリア街道が大きくカーブを描くあたりに立っていたという。ローマ時代が終わるとおそらくは 軍事的に防御が難しいことから、この丘一帯には人が住まなくなり、近代に至るまでそのままの状態が続いた。ローマ市街地の拡張は別の方角へと進んでいった。この辺りで、しばしば言及される地点として残ったのは、のメンターの橋だけであり、この橋は長い年月の間に、しばしば検問所として、あるいは、軍の駐屯地として用いられた。 この丘は、紀元前494年に、プレブスたちが反乱を起こした際に、彼らが立てこもった場所としてよく知られている。すべての平民はこの丘に数日間留まって、都市ローマの日常生活を支えることを拒んだ。元老院議員メネニュース・アグリッパは、プレブスたちのもとに足を運び、社会を人体に例え、それぞれの部分が、全体の利益のために担うべき役割があると説く。 今日でも有名な弁解を交えた説得を行った。事態が収集されて、都市の日常生活が取り戻されると、プレブスたちは、五民間制度を設け、自らの議会である、プレブス民会を設け、この議会は、五民間を選出し、また、プレブスたちのための建物を建てた。さらに、プレブスの議員たちの意向によって、平民のための法制度が設けられ、 お民間やプレブスの地位は、侵されざるものとなった。この事件を記念し、獲得された合意を担保するために、プレブスたちは丘の上に荒ぶる神ユピテルに捧げた、神殿を混流した。一説には、これが、聖なるを意味する、桜の名がこの丘に関されるようになった由来であると、言う。1805年8月15日、シモンボリバルは、モンテサクロにおいて、 子供の頃家庭教師であったオンシシモンド・ドリンゲスと、いとこであるフェルナンド・デル・トロと共に、スペインの支配からベネズエラを解放するという誓いを立てた。この話は、モンテ・サクロの誓いとして知られている。この時、やがて5カ国のリベルタ・ドーレスとなる青年は、22歳であった。アスコニオ・オーア・シュナム・シスローニツ・クインクウェイ,イ・ナレイシオ、フォー・プロ・コルネリオ・ハット・ジオニニディ・ア・アリカーナソ。 アンティッチトロマネ、6、45ハットバレリオマッシモ、ファクトレムイリクトレムメマラビリアムリーブリーナイン、8、8.9、1チ,チチェローネ、ブルータス、54、チトリービオ、アブアーバイカンディタリーブリー、アブアーバイカンディタ、リブツ三32、リブ3、52、大久保シナ、ネズエラチャベス政権を読み解くための鍵、ボリーバル革命の1考察、 外務省調査月報2005年度第3号2006年1から33ページ2012年8月28日閲覧ありがとうございます。